レインボンジュー、ごきげんよう、レインボンの時間です。今回はカエルの動画なんですけど、まあちょっと知らない人もいると思うんで、ここ最近のカエルの様子を簡単に話します。カエルが餌を食べてくれなくなってしまいました。一気餌あげたらいいかもってなったので、コオロギあげてみたらということでコオロギをあげてみました。食べてくれませんでした。その後コオロギじゃなくてメダカをあげてみたら食べてくれるかもという話があったので、メダカをあげてみました。食べてくれませんでした。そして今現在なんですけど、コメント欄や自分も調べてみて分かったんですけど、練り餌コオロギ、カエル、違う、ネリエサ、コオロギ、メダカ、この3つを食べてくれなかったカエルの最終手段として、無理やり餌をあげるしかないっていうところに来てしまいました。なので今日はちょっとかわいそうというか、どうにかカエルの口を開けて、その開いた口にポッて指かまんよし、では上げていきますか。じゃあまずはいつも通り上げてみましょう。お、え、なになに、え、食べんじゃん。え、ねえ食べたんだけど、え、よかった嘘でしょ普通に食べたんですけど、よかったー、マジで安心した。お前だって何ヶ月食べてなかったよ。食べた、マジで嬉しいめっちゃ嬉しいんですけど。こっちも食べない、ビビった、マジで指やんなくてよかった。いけ、どうだ、食べろ、へい、食べない子、餌だぞ餌だぞ、パク、これ食べてくれれば嬉しいんだけどな。食べない子、こっちいらない？うわ、びっくりした、マジビビるわいやでも勢いよく食べてくれて嬉しいな、やっぱりよかったー。いやでも本当に今日無理やり食べさせようと思ってたんで、まさか食べてくれると思わなかった。すっごい嬉しいですね。ぜひグッドボタンと、皆さん食べたんでもうコメント何かください、お願いします。そしてこの後のカエルくんの動画は、お、動いた、お楽しみに、ということでチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。今日も皆さんありがとう。